金髪の狼、実力者ニッチ・ボックウィンクル、おなじみの人間風車炸裂するか、ビル・ロビンソンであります。両選手にとって非常に重要な一戦であります。山田さん、本当にすごいカードが実現いたしましたね。本当にね、めったに見ることができない、もうその夢のまた夢のカードと言っていいでしょうね、はい、しかも現在のこの2人の関係、正直に申し上げて王座にカムバックしたバンザニアをめぐってですね、大変なライバルにあるわけですね。まあ一歩先を越してロビンソンがバンザニアに挑戦したんですが、それについてニックは非常に腹立たしい思いをしているわけです。今日の一戦はね、まあ今後の AWA の世界王座に密接につながっていく一戦と言っていいでしょうね。まあジャイアント馬場選手の言葉を借りますと、現役の今世界で活躍しているレスラーの中で最も経験豊富なレスラーがこのニッチ・ボックウィンクルであるというふうに言っております。その言葉に間違いありませんね。とにかく体一つを見てもね、大変に充実してる。しかも本来ならば AWA の世界王座から転落してね、精神的にも参ってるんじゃないかというような時期ですよ。ところがね、この人王座を転落してからの方がかえっていい試合をやってますね。まあ、今回ですね、AWA 最強コンビということで若いジム・ブランゼルをパートナーに従えてやってきたわけなんですけれども、まあ、全て公式戦は終了しまして得点の方は4点ということなんですが、まあ、随所随所に素晴らしいスピードとパワーテクニックを発揮、特にあの大阪大会で AWA 圏と NWA 圏の激突ファンクスとの一戦はもうどうでしょう、試合の流れというものはこのニック・ボックウィンクル組の方が掴んでいたという感じだったですね。そうですね、まあ作戦のね巧妙さで負けましたけれども、あの日の試合の中でニックのテクニックというのは一段と光ってましたね。素晴らしかったですね、はい、試合の方はご存知の通り若いジム・ブランゼルがドリーハンクジュニアの速攻に敗れまして2点を奪われてしまったわけなんですけども、 AWA 最強コンビのこのニック・ボックウィンクル本当に素晴らしい活躍でありました。まあ、近いうちに AWA 世界3級の王座に帰るということは十分予想できますね。ああ、その可能性は十分ありますね。まあ、それから AWA 世界3級の王座絡みで言いますと、年が改まって来年の1月18日にはジャイアント馬場選手の完全試合連続出場記念突破試合ということで AWA 世界3級の選手権試合が企画されておりまして、チャンピオンのバーンガニアにジャイアント馬場選手が挑戦することが決まっている、このニュースにですね、ニック・ボックウィンクルは目を輝かせまして、面白い一戦になるだろうけれども、馬場が勝っても、あるいはバンガニアが防衛しても、次は俺がそのチャンピオンを破る番だというふうに言ってますね。当然ね、そういう、ね、自信を持ってるんですね。さあ、これはリング上面白い技、万字固めの体勢に入りました。ビル・ロビンソンであります。オクトパスホールドですね。はい、リングの中央、仕掛けられていますのが、全 AWA 世界 BG チャンピオンのニック・ボックウィンクル、体勢が崩れた。そしてグランドでヘッドシザーズの体勢もまた崩れました。さあ、ニック・ボックウィンクルが、ニック・ボックウィンクルが攻撃を加えます。まあ、このニック・ボックウィンクルの動きを見ていますとですね、グランドよし、そしてインサイドワークよし、それからポジションの取り方よし、全く隙がないというふうに感じられますね。なんていうか、こう完成されたレスラーという感じが強いですね。はい、まあ、控え室にて両選手はもちろん別々の控え室にいたわけなんですけれども、まあ、あのビル・ロビンソンに聞いてみたところですね、過去7回から8回ぐらいこのシングル対戦してるらしいですね。はい、まあ、あの現役の世界チャンピオンの時にロビンソンが挑戦する立場でですね、やってますし、逆にですね、このニックが王座を転落してからは今度ロビンソンの持っている GWA の世界ヘビー級タイトルにニックが挑戦すると、はい、いうような形、いずれの試合もですね、大変にスリル満点な展開のようですね。まあ、本当にあのキーホールを奪って、決着がスキルとついたというような試合はあまりないんですよね。はい、あのついこの間のそのニックがですね、ロビンソンのタイトルに挑戦した時はニックのリングアウト負けということですね。はい、さあ、その全 AWA 世界フリー級チャンピオンのニック・ボックウィンクル攻撃を受けています。ビル・ロビンソンが攻撃を加える。先ほどからこのビル・ロビンソンの思い切りがいいということで大技がですね、このニック・ボックウィンクルに仕掛けられていますね。そうですね、しかしね、はい、どちらかというと、はい、精神的にゆとりのあるのはニックの方ですね。ということはこういった技を自由に相手に仕掛けさせているということですか。はい、それはありますね。あっと、今もご覧のように投げを打たせておいて最後は
自分が優位な立場に立っております。ニック・ボックインクです。やはりあの経験の度合いという点ではニックの方が一日の長ありというふうに見ていいですね。ああそうですか、はい。まあ、このビュー・ロビンソンはご存知の通りヨーロッパの帝王から10年前にアメリカのプロレスのサーキットに入るようになったんですけれども、やはりそこはアメリカで揉まれ取りなし全 AWS 界フリーチャンピオンのニック・ボックインクルが1枚上のようであります。ビル・ロビンソンの方はベッソントンとチームを形成しまして公式戦すべて終了、得点の方が3点止まりということだったんですね。そうですね、まあ、ちょっと伸び悩んだという感じが強いんですけれどもね、はい。このニック・ボック・ウィンクル、ジム・ブランゼル組の AWA 最強コンビとヨーロッパ最強コンビのロビンソン・ソンソン組とは45分の時間切れの引き分けというような思想を展示しますよね。そうです、やっぱりね、しかしこういうね、その実力者同士がぶつかるという試合は本当にこの目が離せないというか、いつどこで決まるか分かりませんね、はい。まあ、ということはですね、このおっと人間風車の体勢にまた入ったが、ニック・ボックインクルが足をフックさせました。しかしさあビル・ロビンソンが耐えている、ビル・ロビンソンが耐えています。トップロープに、トップロープにニック・ボックインクルの右の腕が出ました。やはりね、はい、肝心の相手の技っていうのはなかなか食わないですよね。やっぱりあれは食うとダメージが大きいですから、はい、お腹は用心にも用心重ねてますね。まあ、こうやってリング上のですね AWA 圏の実力者同士のシングルマッチを見ていますと、まさにこの蔵前国技館のリングはですね、あの AWA の本拠地ミネアポリスに移ってきたような感じがいたしますね。そうですね、まあ本当に10年前まではとても考えられないようなことですね、はい。やはりこういったですね、闘技を年末の闘技を飾りますこの80年世界最強タッグ決定リング戦ならではの対戦カードということですね、はい。やはりやる側でもそういうふうに変わるんですが、はい、これはやはりね、そのファンの皆様方の目が肥えてきたのと、やはり、こういったスポーツを見るその楽しみ方の変化、やっぱり今の若いファンの変化というのは大きいですね。もうファンの希望がね、はい、そうさせてるわけですよ。そしてこの特にですね AWA 圏の帝王、そして現在 AWA 世界ヘビー級チャンピオンに返り咲いたあのバーンガニアとですね全日本プロレスのジャイアンツ馬場選手の固い絆というものもですね、今日のこのリング上ビル・ロビンソン・ニック・ボックインク戦が実現したということで十分分かりますね、はい、はっきり証明されてます ね本当にいい AWA 圏の実力者同士のシングルマッチの実現ということは日本のプロレスファンにとりまして素晴らしい夢のカード実現ということで、本当にいい、まあ、今日お越しのお客さんもですね目を輝かせてリング上に注目している感じですね、はい。今のところね、ロビンソンがずっと攻めてるんですけれどもね、ちょっとニックの隙をつかめないでますね。ニックとしてはおそらくこの攻められながら、はい、ロビンソンの穴を探してるんだろうと思いますね。ですから構成点という点では今のところロビンソンが一歩リードしています、うん。まあ、そういった前半戦の山田さんのお話だったんですが、ニック・ボックインクルの場合はこの後の切り返し非常にうまいですからね、はい、非常にね、だからはっきり申し上げてね、ニック・ボックインクルの場合はあんまりそのウィークポイントのないレースがあるんですね、うん。その点でね、ロビンソンってのはやっぱり強い時は根っこ強いですけど穴がありますよね。さあ体当たりはビル・ロビンソンが勝った、フライングメイヤーに取ります。まあ、今回のニック・ボックインクルはですね、前回来た時は AWA 世界ヘビー級チャンピオンの時に来ましたよね、はい。78年の世界最強タッグ決定リング戦にやってきたわけなんですけれども、今回はタイトルをなくしている、その辺はどうですかと聞いてみましたところ、いや、そういったものは全て、関係ない、かえって今年参加したことによってですね、自分のレスリングができたんじゃないかというふうに思っていると言ってますね。完全にその通りですね、いわゆるそのチャンピオン時代のですね、何かこうギスギスした、何としてでも守らなきゃならないといったようなファイトではなくて、彼本来の持ち味であるテクニックをフルに出した試合、これが随所に見られましたね、はい。そのニック・ボックインクルにサイドのヘッドロックを仕掛けておりますビル・ロビンソンであります。まあ、ビル・ロビンソンはこの後のスケジュールを聞いてみましたところ、サン・アントニオに入るんですね、はい。
テキサス州のサンアントニオで 2,3 試合、はい、その後テネシー州のメンフィスに戻り、さらにミネアポリス、シカゴというふうに転戦するそうですね。もちろん一方のニック・ボックインクルの場合はミネアポリスに帰るわけですね。そうですそうです。ニックはですね、ホノルルで休養を取った後、ロサンゼルスでお父さんやな兄弟なんかに会って、はい、でその後ミネアポリスに入ってすぐ試合に入ると、もううかうかしていられないんだというふうに言ってますね。そして虎視眈々とですね AWA 世界ヘビー級の王座に、もう一度チャレンジということになりますよね。はい、もうそれはね、日本に来てても正直なところ気が気じゃないでしょうね。やはり AWA ゾーンも若いいい選手がどんどん育ってきてますからね。それから今日のこの一戦ですね、ニック・ボックインクルはですね、やはりそのAWSK ヘビー級のチャンピオンバンガニアにですね、ビル・ロビンソンを破っているということを証明したいというふうに言ってますよね。この一戦で勝てばね、大変な評価が出ますよね。はい、またもやフライングネアを見せましたが、速い動き、今度はビル・ロビンソンが仕返し、やっと両選手とも譲りません。ここはどうだ、3回目の正直になりました。ビル・ロビンソンのフライングネア首投げで3回目でニックを仕留めました。全くこの両選手とも予断を許さない動きですね。特にロビンソンのね、今日の攻撃、仕掛けは早いですね。やっぱり相手のニックだけに一つの気を緩めないでどん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 入り込んで、この攻めですね。ただね、攻める場合ってのは相手に隙ができやすいですから、その隙ができるのをニックはね、じっと待ってると、その怖さがありますね。攻められ、強いという感じがいたします。はい、前 AWA 世界ヘビー級チャンピオンのニック・ボックインクル、金髪の狼だ。やはりタイプとしては NWA の現在の世界ヘビー級チャンピオンのハリー・レース、はい、非常に似てますよね。なるほどね。ハーリー・レースもですね、王座にまたカムバックいたしまして、ジャイアンツのロセンスに今年一度奪われた王座、また返り咲いたわけなんですが、本当に王座というものに対する執念というものがありますよね。すごいですね。もうこれはね、なんと言って表現したらいいかわからないほどの、もう悪なき執念なんていう言葉じゃ収まらないですよね。それからですね、今年の7月18日にこのニック・ボックインクルは AWA のスカイヘビー級の王座をバンガニアに渡したわけなんですけれども、その間4年8ヶ月の長期政権というものは、これは大変な記録になりますね。 AWA としてはね、やっぱりファンがね、非常にダーティーなチャンピオンだとかいろんなことを言いましたけれども、今になってみるとその偉大さに気がついてますよね。どうかしました。またニック・ボックインクルが倒れた。そしてジャンプ1番、さあ低い体勢からビル・ロビンソンがロープに飛んで、フライングレッグシバーズ、足を取りました。足4の字が止めがあります。ニック・ボックインクル、フライングレッグシバーズを完工いたしました。ニック・ボックインクルであります。ここで15分が経過してまいりました。スペシャルドリームマッチ30分日本勝負、ビル・ロビンソンの左の足に衝撃を加えております。ニック・ボックインクル、ただいま観客が発表になりましたけれども、山田さん、1万2500人という発表ですね。もう完全なフルハウス、超満員ですね。その満員になりますとですね、熱気というものがこの放送席に伝わってくるんですけれども、徐々にそのヒートアップしてまいりましたが、ただいまのこのリング上のニック・ボックインクル、そしてビル・ロビンソンの一戦、どうでしょう、熱気というものがただいまこう静かにですね、ずっとリング上の2人の動きに注目している風に変わってきた感じですね。そうですね、こういう試合というのはね、ガッとエキサイトとかね、派手さはないんですね。はい、その代わりじっくりとプロレスの面白さというものを堪能させてくれるという感じですね。やはりこのベテランならではの一戦、そんな感じですね。そうですね、しかももう世界のトップレスラー同士のぶつかり合いですからね。全日本プロレスといいますか、本当にこの NWA を頂点といたしますアメリカのレスラーがですね、よくこのリング上で素晴らしい技を展開するわけなんですけども、その頂点にいますのがもちろんザ・ファンクスであり、あるいはアブドラ・ブッチャーであるわけなんですけども、 AWA 圏のそのトップを行きますそのニック・ボックインクル、ビル・ロビンソン、こういった選手もですね、全日本プロレスにしばしば参加する、非常に楽しみですよね。そうですね、
まあ、しかもね、こういうロビンソンにしてもニックにしてもこういうテクニックだけの選手かというと決してそうではなくて、やっぱりエキサイトをすれば堂々と殴り合いもやると、まあプロレスラーとしてありとあらゆることができる、つまりそれが本当の意味でのストロングファイターなんですね。そうですね、まあ、このニック・ボックウィンクルはかつて AWA 世界ヘビー級チャンピオン時代はですね、守りのニックというイメージがあったんですけども、まあ、今回の来日はもう速攻からの多彩なテクニック、本当に素晴らしいという声が飛んでますよね。やはりね、あの王座から離れたっていうことでね、非常にリラックスしてやってるんですね。さあ、エルボスマッシュからニックが平手打ち、さあトップロープ、トップロープからビル・ロビンソンがリングの外にもんだり打って倒れました。さあどうでしょうか、グロッキー状態ですね、ビル・ロビンソン、肩から落ちたんでしょうかね、まあ、このビル・ロビンソンといいますと本当に、まあ、運に見放されるレスラーですよね。やっぱね、こういうアクセントが非常に多いんですよね。一旦リングの中、ビル・ロビンソンがエルボースマッシュで挑発、そしてニック・ボックウィンクルが平手打ちを見せました。その間にビル・ロビンソンが攻撃を仕掛けたときにリングの外に出てしまいました。さあリングの外でボディスラムに行こうとするところ、ビル・ロビンソンが返した、ビル・ロビンソンが返しました。ニック・ボックウィンクルボディスラムを受けます。リングの中にビル・ロビンソンが一番早く戻ってきた、いち早く戻ってまいりました。ビル・ロビンソンもう一回スタートだ、バックを取りましたのがニック・ボックウィンクル、払いのけます。そしてもう一回ビル・ロビンソンがリングの外、エルボー攻撃に行くところですか。そうですね、しかしちょっとロビンソン不用意ですね、まあニックがタイミングが前のかロビンソンが不用意なのかこの辺ちょっとはっきりしてませんけれども、いずれにしてもロビンソンらしくないですね。完全にロビンソンは横に倒れたまんま、レフリーのハットリがカウントを数えます。リングの中はニック・ボックウィンクル、さあカウントアウトというようなことになるんでしょうか。いや、ビル・ロビンソンが今リングの中に戻ろうとしています。エプロンであります。さあエプロン越しのボディースラム、ボディースラムを見せました。カバーに入ります、カバーに入りました。ニック・ボックウィンクル払いのけました。ビル・ロビンソン、まあ、ここに来ましてベテランとは思えないような2つのミスがありました。ビル・ロビンソン、トップロープから2回リングの外に出ております。ボックウィンクルが攻撃を伝えます。トップロープを掴んでの2ドロップ攻撃、こういう風に試合が展開しますとニックの思う通りでしょうね。はい、やっとニックのペースになってきたんですね、やっぱりこういうムードになるまでじっと待ってたわけですね。そうです、チャンスを掴んでしまうと強いですね、チャンスを掴んだニック・ボックウィンクル、ドリラーホールパイルドライバー脳天水打ちを見せました。さあどうだ、カウントが入るが、サードロープに足が飛びました。ビル・ロビンソン、両選手とも譲りません。2回ほどミスが見られましたのがビル・ロビンソンであります。もう1回どうだ、ドリラーホールパイドライバーの体勢、ビル・ロビンソンが返そうというところですが、さあどうでしょうか。ニック・ボックウィンクルの攻撃が決まるかどうか、もう1回これはリバース、リバーススプレックスであります。よくあのドリー・ファンクジュニアも見せますよね。そうです、リバーススプレックスです。非常にね、あのロビンソンがよく頑張りましたね。不利な体勢からビル・ロビンソンがリバーススープレックスを見せます。トップロープ超攻撃を見せます。ニック・ボックウィンクル、さあどうだ、カバーに入りました。ニック・ボックウィンクルであります。カウントどうだ、カウント 2.5 という感じですね。その通りですね、全くリング上 AWA 圏の実力の様子の一戦譲りません。腰を打ちつけました。ビル・ロビンソン、これはたまりません。自らリングの外に一旦試合の流れを断とうということでしょうか。ビル・ロビンソンが出ています、まあ、ベテラン同士ということでですね、お互いの持っている切り札、やはり十分に相手を意識していますね。そうですね、しかしロビンソンもね、完全にグロッキーではなくてタイミングを見てもかもしれませんね、はい、まあ、このビル・ロビンソンの場合、一発必勝のワンハンドバックブリーカー、あるいはダブラムスープレックスという大技があります。ニックがこれはビル・ロビンソンもリングの中に入れましたね。そうですね、正々堂々と勝負をしろというこのニック・ボックウィンクルであります。エルボーバット2連発、ビル・ロビンソンの左の顔面を捉えました。トップロープを使っての超攻撃、こうやって言いますとニック・ボックウィンクルというものは試合の流れ、そしてリズムというものは本当に十分に熟知してますね。そうですね、もう作戦の立て方がよくうまいですよね。ビル・ロビンソンがガード、パンチをガード、そして自らのパンチ、ショップ攻撃、
そしてショルダーネックブリーカードロップ、リングの中央にゆっくりと今入りましたビル・ロビンソン。しかしビル・ロビンソンはカバーに行けません。ビル・ロビンソンカバーに行けませんね。そうですね、今ニックにもかなり効いてると思うんですよね、ビル・ロビンソンカバーに行けません。ニック・ボックインプルも今立ち上がりました。ロープのハンドを見せてエルボーバット攻撃を見せました。ビル・ロビンソンもセカンドロープに持たれている。いち早く教えました。ニック・ボックインプル、ニック・ボックインプルが起きました。さあビル・ロビンソンのワーガンドバックブリーカーを見せました。さあ決まったかどうか、カウント2。素晴らしい死闘展開します。今のねワーガンドバックブリーカーすごい高く上がったし良かったんですがね、さすがにニック辛抱強いですね。ニック・ボックインプルワーガンドバックブリーカーに変えました。サイドのヘッドロックからビル・ロビンソンがバックドロップ、ビル・ロビンソンの大技連発、バックドロップを見せました。全 AWS 界ヘビー級チャンピオンにカバーいった、払い抜きます。ニック・ボックインプル、まさしく両選手はですねグレートライバルという言葉がぴったりですね。そうですね、本当にねもう実力白昼と、あら素晴らしい試合ですね。大技2連発食いましたニック・ボックインプル、しかしブリッジで逃れております。さすがに4年8ヶ月 AWS 界ヘビー級の王座に君臨しただけのことはあります。全 AWS 界ヘビー級チャンピオンのニック・ボックインクル、もう一方はビル・ロビンソン、戦ってかなりスタミナを消費してるんですが基本技に忠実ですね、まあ、このビル・ロビンソンとしましても CWA 認定の世界ヘビー級の王座ということは十分知ってますので、その実力を見せたいところでしょうね。そうです、これはやはりね現在の両方の選手のプライドからいくとロビンソンの方が上ですよね。現役のやはり CWA の世界ヘビー級チャンピオンということがありますね。そしてリング上全 AWS 界ヘビー級チャンピオンのこのニック・ボックインクルを破って、その勢いで AWS 界ヘビー級チャンピオン念願の AWS 界ヘビー級の王座バンガリアから奪いたいところでしょうね。ビル・ロビンソン当然そうですね、一方のニック・ボックインクルもこのビル・ロビンソンを破りまして AWS 界世界ヘビー級王座バンガニアに挑戦いたしまして、世界 AWS ヘビー級の王座復活を果たしたいものであります。両選手手四つの体勢、リングの中央力比べになりました。ビル・ロビンソンが体をおっと預けたところ、ニックがまた切り返しました。ニックボックインプルであります。さあセントモーションから両手で投げを打ちました。さあそのまま変形の襟固め、テクニック発揮。いやー一瞬の隙を突いた技ですね。ああこの辺りが世界のトップ級と言われるところなんですよ、はい、やはりこの1万2500人超満員のお客さんもこの辺両選手のテクニックに酔っていますよね、はい、もうやっぱりね、いい技が出るとね思わず拍手が飛びますね、まあ、この両選手もちろん AWA 圏のですねトップレスラーだけのことはあるわけなんですが、ワンハンドバックブリーカーもう1回見せました。しかしビル・ロビンソン左の膝を痛めている。そしてスピニングトーホールド、この体勢から足4の字固めに入ろうとする。4の字狙ってますよ、足4の字固めを狙っていますが、ビル・ロビンソンがロープに逃れました。勢い合わせてニック・ボックインクルがリングの外、まあ、NWA 圏の代表者でありますザ・ファンクとはまた違ったですね両選手のテクニック合戦になりましたね。はい、全くタイプが違いますね、それからアブドラ・ブッチャーのですねパワーファイトとはまた違ったこの AWA 圏の実力者同士の今日のシングルマッチ、スペシャルドリームマッチ、非常に見応え十分と言っていいですね。はい、特に今のニックがですね、悔しがって追っかけたファイティングスキルというのが素晴らしいですね。そうですね、もう今チャンスをね掴んだと思ったんですよね。しかし完全にこのニック・ボックインクルがビル・ロビンソンの左の膝をドッキリ出しました。スピニングトーホールドの体勢からアションの時間へ持っていく、非常に速い動きですよね、そうです。しかしねあれだけ膝を痛めていながらロビンソンがあの技にかからなかった、この辺りも大きく評価していいですね、両選手とも AWA 圏の実力者同士、アションの時間に入った、アションの時間に入りました。速いですね、ニック・ボックインクル速い展開、リングの中央ロープまでは距離があります。まさしくリングの中央、足4の字固め、これはどうですか、
あのね、ちょっと体勢が歪んでるんですが、角度は45度ですね。そうですね、あのニックがね、あのロビンソンの足をいかにロックするか、今あの自分の手元にある足ですね、これをもう少し引っ張った方がいいと思うんですね。残り時間3分であります。足4の字固め、ニック・ボックインスルがリングの中央、ビル・ロビンソンに見せております。ご覧の表情がビル・ロビンソン、なんとしても負けられないところ、完全にね、あの起き上がってこう水平になってないところを見るとちょっと浅いんですかね。この角度ですと浅いですね、4年8ヶ月の AWA 世界ヘビー級の王座、その危ない時には必ずこのニック・ボックインスルの伝家の宝刀、アチオンの字固めです。危ない場面をしのいでまいりましたニック・ボックインスルであります。そういえばジャンボ中佐が挑戦した時もこのアチオンの字固めで一本取ってますよね。そうです、やはりあの自分のね、得意技というのはもうピンチの時に出てきますね。そして時間帯もですね、終盤に入ってきてビル・ロビンソンに前半戦うまいところを取らせておいて、いざというこの危ない時間帯、残り時間少ないところでこの自分の18番の技を見せる、これもやはりよく考えているということですよね、やはりあの現在時でいうとスタミナ的にはニックの方がまだ残してますね、さあリングの中央、ニック・ボックインスルの足音の字固め、ビル・ロビンソンギブアップなるかどうか、残り時間2分を切っているところであります。スペシャルドリームマッチ、本当に超豪華な両選手の対戦であります。アキーの世界最強タッグ決定リング戦スペシャルドリームマッチ、時間がだんだん少なくなってまいりました。リングの中央、アシオンの字固め、前 AWA 世界フリー級チャンピオンのニック・ボックインスル、一方は CWA 認定の世界フリー級のチャンピオンのビル・ロビンソン、もちろん念願は AWA 世界フリー級の王座であります。さあ両選手が1回2回と回転いたしまして、サードロープ、これはレフリーのハットリがロープレークを命じました。レフリーのハットリロープレークを命じました。足を引きずっているビル・ロビンソン、エルボースマッシュ、足を引きずりながらエルボースマッシュ2連発、そして3連発にいかないボディースラムに行こう、ニック・ボックインスが体重を預けました。ニックが体重を預けました。残り時間はあと1分、残り時間はあと1分であります。全く AWA 圏の実力者同士、その実力を思う存分が発揮しております。まあ、日本のファンはプロレスの目が高いということで、両選手とも負けるわけにはいきませんよね。そうです、そうです、やはり日本のファンの見てる前で負けたら、これはもう大きく評価が変わってきますからね、はい、さあ今度はビル・ロビンソンがダブルアームスープレックスの体勢、対角線上に全 AWA 対ニック・ボックインクルを投げました。さあこれは決まったかどうか、ほとんど時間がない、レフリーがあっぱりカウントを数える、ニックが払いのけました。残り時間は30秒であります。さあニックがビル・ロビンソンのロープに飛ばして次当たり、ダブルノックダウン、ダブルノックダウン、残り時間は20秒、ダブルノックダウンになりました。ダブルノックダウン、さあニック・ボックインクルが早く立ち上がるかどうか、残り時間は10秒、ほとんど時間がない。ビル・ロビンソン、ニック・ボックインクル両選手が立ち上がった、パンチ攻撃、ビル・ロビンソンのパンチ返す、パンチの応酬であります。両選手リングの中央、両選手リングの中央、パンチの応酬、ここでゴングが鳴りました。30分時間切れの引き分け、30分時間切れの引き分け、夢の対戦になりました。スペシャルドリームマッチ、リングのマッチ30分一本勝負、30分両選手決着がつきません、両選手決着がつきません。 AWA 圏の実力者同士の今日の30分一本勝負、山田さん、本当に見応え十分の一戦だったですね。そうですね、まさにね、腹の底からね、なんかとうなりたくなるようないい試合ですね。本当にこれがですね、プロレスだというような、そんな感じですね、はい、もうね、技あり駆け引きあり、時にはラフなパンチ合戦あり、もう申し分のない試合ですね、はい、まあ時期ですね、AWA 世界フリー級の王座、このニック・ボックインクルが返り咲くか、あるいはこのビル・ロビンソンがですね、念願の AWA 世界フリー級の王座を取るか、また来年度あたり非常にチャンピオンのバンガニアを中心として面白いですね。その2人がこんないい試合をしてくれた、日本のファンは幸せですね。それから AWA 世界フリー級の王座、年が改まりますとジャイアント馬場が挑戦ということですね。そうです、これも大きな話題ですね、はい、決着がつきません。ニック・ボックインクル、ビル・ロビンソンの一戦、30分の時間切れ引き分けです。Up between